これから上海に向かいます。いい天気。もう上海は雨みたいですね。雨。眠たいです。でも楽しみ。フライハイリコチ。着いたー。上海到着しました。迎えに来てくれて嬉しかったです。そうしました。あ、しかも雨降ってないのかな。ギリギリちょっとかも、ね、晴れ女。嬉しい。楽しみ。車に乗ってこれからホテルに向かいます。無事に上海来れてよかった。結構揺れました。飛行機怖かったね。怖かったけど、でも楽しみが勝ってました。嬉しい。完全に到着しました。元気に行きます。注文できました。楽しみ。あ、でももう来ましたよ。これどこ？あ、お酢だ。醤油が。真ん中いただきます。骨も入ってる、うん、中国茶。うん、香りがいいですね。ちょっといただいてみます。熱そう。あー、健康の味とこの中国の歴史を感じます。好喝。え、なんだろうこれは。健康系。健康ドリンク。なんか下にお米みたいなのが。え、なんだろう。なんだろう。タピオカではない。タピオカではない。あ、お米の。美味しい。健康。わー、辛そう。あ、もうこの距離で辛い。あー、美味しそうです。辛いの大好きなので、ちょっと本場の辛さ、本場の辛さはどのぐらい辛いのか。あれ？甘辛？もう辛いの結構強いので、全然なんかちょうどいい辛さかも。わー。はい。わー。オレンジっぽい。わー、すごい。さっぱり。うん。おー。美味しい。うん。酸っぱそう。酸っぱい、結構酸っぱいですね。美味しい。美味しい。うわー。よし。うん、しい。幸せです。かわいい。くらい。おまんじゅう。入ってました。いただきます。うん、うん、
なんか辛いもの食べて甘いもの食べるというこの無限ループに入ります。今美味しい。違う、なんかあの茶色い建物とかすごい古そう、歴史がありそうですね。うわあ、なんか7月だけどちょっとなんだろう、風があるから涼しいかも。もう今日もあのミニライブコーナーで実は雨にちなんだ曲を用意してきているので、お昼か夜かどっちか多分披露すると思います。人も多いですよ。こっち行ってみますか。ねえ、これかわいい。へえ、屋台、あーすごい。これもご飯、うわー、これ毎日やってる、毎日っていうかお祭りみたいですね。なんだ、スパイダーマンもいたりとか。もうだいぶ中国のレジ慣れました。はい、レジはセルフオーダーもできるようになりましたし、なんかセルフレジも大丈夫だし、モバイルオーダーかだいぶ慣れました。なんか晴れてたらここら辺でコーヒー買ってこう飲んだりとか休憩したりいいですね。建物がいっぱいで、私は身長が低いので結構こう大きい建物に圧倒されます。はい、すごい、かわいいワンちゃん、いいな。もう上海行けば何でも揃う。あーあ、綺麗、おしゃれ、すごい、わー、これはお散歩したくなる。あれ、病んできた？病んできたかも。あ、長園。歴史、確かにもう何年も前からある建物ですよね。なんか緑が広がってます。ジャンユエン、ジャンユエン、ジャンユエン、おー、イエーイ、かわいい。何かがいます。気をつけてください。はあ、これは誰だ。これは敵かもしれない。いい人でした。友達になりました。これ誰。なんか楽しい、なんか異世界に迷い込んだみたいな。ジャンユエン、ジャン、ジャンユエン、ANG が難しい発音。歩いてたら雨も止んだし、ちょっとなんだろう、いい方向になんか向かってる感じがします。進むぞ。イエー、あ、ジャンユエン、シェシェ、ジャンユエン、あー開心。